ウンの皆さんこんにちは、スケモンです。レイムです。マリサだぜ。今回はモンハン新作のアイスボーンを実況します。モンハンのゆっくり実況家か。満を持してのね。そうなのか。今回はエアンザルルガの狩猟をします。これは初見か。一応初見でやってますね。まあ腕前は全然ですけど、楽しんでいただけたらなって感じです。なるほど。多分この辺からムービーがあるので、黙りますね。始まる前に一ついいですか？なんだ？なんでお前白塗りなんだよ。それな、思ったわ。やっぱりキャラクターからふざけないと面白くないんで。楽しみ方が違う気がするが。あ、ちなみになんですけど、僕のモンハン経歴はサードを昔やっていて、そこから一気に間が空いてワールドをやって今に至ります。ズバリ好きな武器種は？今使っている太刀、あとは弓なんかも使いますよ。モンスターによって使い分ける感じですね。見切り決まったぜ。じゃあ今回のこのイアンザルルガは初か。ってことになるかな。あ、それは痛いっす。サード勢からすると今作は結構その頃のモンスターがいっぱい出ているみたいだから熱いんじゃないか。ああ、それはあるね。特に人王がかな。ツイッターでもトレンドにめちゃくちゃ入った人王が。プロモーション映像出ますって言って、人王がトレンド入りしちゃうのは笑ったわ。それだけみんなは人王がを待ちわびてた。まあ僕もその一人なんですけど。さあどうですかね、イアンザルルが。とりあえず今のところは順調だけど、なんかめちゃくちゃヤバい攻撃とかあるのかな。マスターランクの敵は全体的に HP が高いんでしょ。そうなんだよねー、HP バカ高いし、さすがに僕もワールドの時の装備は捨てたんだけど、言うても強化だったり構成が適当だから、火力特化型装備とは言えんのよね。ワールド時代はドラケン装備があったから。っていうか今考えればあれがぶっ壊れすぎた。よく考えればこれが普通なんですよ。だってワールド始めた時は何も考えないでやってたもん。なんじゃ、その地面に突っ込むやつ。かろうじて避けれたね。なんかスマブラのルイージみたいな技だな。そういえばあったな、そんな感じの。ルイージロケットね。バフバローザインですけど、肥やせばいいじゃん。面倒くさくて肥やし玉やらない時あるんですよね。でもさすがに邪魔なのでこれは肥やしましょう。うんこ投げつけてやろうぜ。うんこいきます。肥やし玉ってええよお前ら。当てる前にどっか行ったぞ。うんこまみれになるの嫌だったんじゃない？モンスターも我々と一緒ってことか。バフバロの生態が分かったんじゃないか。綺麗好きって加えときましょうか。っていうかね、羽が硬いのよね。頭とか尻尾に攻撃が限りそうだな。あ、これ終わったんじゃね。だが一回は根性で回避、これ強いっすね。これもアイスボーンからの新アクションというか。そうらしいね、この情報知らずにやってたから、いきなりこんな演出されてビビったわ。まあでも今のは根性発動したからいいけど、もう二度目はないぞ。気を張っていきましょうか。いやー、マジで怖いなこれ、めちゃくちゃ暴れやがってもう。油断したら普通にやられるかもな。尻尾狙おうとしても当たってしまうわ普通に。とりあえず破壊するか、クラッチクローで傷をつけるか。ああ、クラッチクロー忘れてた。絶対重要なのに毎回忘れるんだよね。弱点特攻が弱くなったから重要じゃない？そうだね、高度な動きが求められるようになりましてね。あ、
でも割と見切りやすい。見切りやすいモンスターとそうじゃないモンスターが、個人的に結構分かれるからな。こいつは見切りやすいに入るのね。そんな感じだな。僕の場合だと人王だとエルカーナが厳しかったな。多分次回人王だの動画出ると思いますが、マジで下手くそですよ、本当に。じゃあ下手くそってつぶやいてやるね。下手くそと自覚してる奴にさらに追い打ちをかける。このレウスみたいな毒攻撃。しかもあれだわ、普通に解毒薬持ってくるの忘れた。それはやばいんじゃないか。毎回同じ持ち物持ってくるから忘れる。テンプレ装備に入ってないんだね。フィールド移動したら取りに帰るか。今見切れたけど何げやばいのっぽかったぞ。とりあえず見切っとけ。それが正解だね。何かが来そうなら見切っとく。フィールド移動したんでしっかり戻りましたよ。解毒薬持ってきたか。さすがに忘れないわ。それで痛い目に遭ってるんだから。さあ気合い入れ直してやっていくぞ。危ないね。よく避けた今の。自分を褒めてやりたいっすね。気持ちの悪い自画自賛動画になるからやめてくれ。気持ちの悪いは心外だな。おい、そんなこと言うから普通に食らったじゃねえか。人のせいにするおじさんになったぞ。まだおじさんと言われたくない今日この頃。水辺にいると結構厄介ですねこいつ。のんきに水を飲みやがって。そこを突くんだ、プロハンターは。プロハンターじゃないんで僕。そこは認めろよ。いいところで当たらないな。こいつ割とちっちゃいからね。イアンザルルが自体が小さいんだろうな。あ、この追い込まれた状況でそれはきつない。やばいんじゃないすか。無言になるなよ。根性発動してるとはいえ、一応つしないで勝ちたかった。残念でした。あ、傷がついたっぽいぞ。これなら結構いいんじゃない？そうね、叩いてからのひるみもなくなるだろうし、傷つけた方から殴れば戦いやすいかもしれないね。転身している時に上に持っていきたいな。それは結構あるかもな。毒状態になるところだった。間一発避けれたな。オッケー、V 破壊、翼っぽい気がするぞ。だいぶ展開的には良くなってきたね。からの V 破壊。どこ破壊したんだ。わかんね、どこ切ってるのかもわからないし、頭とかっぽいけどね。でも結構 V 破壊できたから報酬は多くなりそう。ちょっと期待だな。ちょっとまた移動しました。その間にもぼかすか殴りましたけど。V 破壊したおかげでだいぶやりやすくはなったね。クラッチクローもいい感じに効いたかもな。やったぜ、チャンスタイム突入。ここでいっぱいダメージを稼げればな。しっかりとダメージの入る頭狙いましょう。ちょっとずれたけどまあまあ入ったから許す。もっといい武器作ってくればよかったかな。今は何を使ってんの？鉱石で作れる太刀。面倒だからこれでやっちゃってるんだよね。まあ作りやすさ最強っていう面では。無属性なんてどいつでもいけるし。逃げましたね。尻尾が切れたんですけど。いいじゃん、もう少しかもね。ちょっとハゲ取りは後でしましょうか。さすがにのんきにハゲ取りはできないからな。絶対邪魔される未来が見える。またエリア移動したんでハゲ取りしときました。何が出たんだ？あの鳥牛から出る弾が出ましたね。お、いいんじゃないか。でもどうせならイアンザルルガの素材が欲しかったわ。あ、疲れてますね。どうする、捕獲するのか。面倒なんで捕獲しちゃいましょうか。オッケー、捕獲完了。割とかかったね。さすがにそろそろ武器を強化しないとダメだな。なんか受付嬢が言ってるぞ。そんなのは知らないです。はい、ってことで今回はこれで終わります。何かクエストのリクエストとかあればやるかもなので、コメントや高評価よろしくです。それではここで終わります。ご視聴ありがとうだぜ。